島の散歩。小笠原に向かう海。小笠原へは東京から約 1000km もの海上を船で進む。小笠原丸の進む海は見渡す限り水平線の見える海。海と空と太陽と雲、ただただそれだけしかないけど、それだけあれば十分だ。日差しに照らされたキラキラな海もいい。小笠原に近くなると船にカツオドリがついてくる。カツオドリは小笠原でよく見る鳥。なぜついてくるかというと、走る船に驚いて海上に飛び出すトビウオを狙っているのだという。ウェザーステーション展望台。二見港の北にある展望台。青い海を見下ろす景観が美しい。向かいに見える島は西島。冬場はここからクジラも見えるという。南の景観、手前に見える島は烏帽子岩。この展望台は夕日が綺麗なことで有名だけど、昼間もそれはそれで青い景観の凄さがある。たもとを見るとすごい青のグラデーション。展望台は広くて綺麗で屋根もあってゆっくりできるので、時を忘れてここで長い時間を過ごす人も少なくない。三日月山。二見港の西にそびえる三日月山、標高は204メートル。ウェザーステーション展望台から三日月山の展望台へ山道を歩いていく。三日月山展望台からの眺め、青い空、二見湾、そして大村の集落を見下ろす。この景観は旅行のパンフレットでよく見る父島らしい景観だと思う。そして二見湾の青いグラデーション、目が痛くなるほど鮮やかで、小笠原に来たなーって納得できる瞬間だ。前浜ビーチ。大村地区、大村海岸にあるビーチ。こんなに美しいビーチが集落の目の前にあるなんて、さすがは小笠原だ。サンゴが作った白い砂浜のビーチ。正面は青い空と青い海が広がる。サラサラのとってもクリアな水。静かな波の音が心地よい。境浦海岸と貧困丸。大村地区から少し南に下ったところにある。海の青さが鮮やかな静かな海岸で、沖合には太平洋戦争中1944年に魚雷攻撃を受け座礁した貧困丸の赤錆びた姿が残る。貧困丸はサイパン島から帰還の途中、アメリカ海軍からの空襲を受け壊滅状態になったが、なんとか父島までたどり着いた。しかし
再びアメリカ海軍の攻撃を受け、ここに座礁したという。残骸は境浦海岸に残されたままになっている。風化が著しく、海面上に残った部分は少なくなっているが、現在でも残骸は存在している。境浦海岸のビーチ。貧困丸の沈む海岸は穏やかなビーチになっている。小笠原でも人気のあるビーチだけど、もともと小笠原は人が少ないので、それほど人は多くない。沖合には沈船が見える。沈船の周りは楽しいスノーケルポイントにもなっている。ビーチにはブランコがあった。ブランコは倒木に吊り下げられている。でも残念ながら女性限定らしい。金目岩の見える景観。ここは境浦と扇浦の間の海岸線、天狗鼻の手前にある海岸線の眺めのいい場所。沖合に見えるのは無人島の金目岩。二見湾の景観を奏でる印象的な島となっている。海岸線の下を見ると青いグラデーションが美しかった。左に見えるのが天狗花。よく見ると遠くにカヌーを漕いでいるのが見えた。扇浦。父島の南にある集落。今は大村に比べるとひっそりとしているが、明治の時代、開拓初期には扇浦に役所が置かれたという。扇浦には正面に大村地区を望む砂浜の海岸がある。ちょうど七夕の季節だった。海岸のほとりには日差しから逃れられるレストハウスがあって、ゆっくりできる。みこしが置かれていた。数日後には小笠原神社の例大祭が行われるということだった。海から丘の上の神社までみこしが上げられるという。小笠原神社。扇浦にある小笠原神社。小笠原貞頼を祀った神社で、小笠原貞頼は小笠原諸島を発見したと言われる。現在の社殿は戦後小笠原が日本に返還された時に再建したもの。神社は静かに佇んでいた。小笠原貞頼の石碑。小笠原諸島を見つけたのは秀吉の時代。貞頼は戦功に対しての褒美を不服として南海探検に出たのが始まり、その時に兄島、父島、母島を見つけたのだという。亜熱帯農業センター。扇浦を
少し南に行ったところにある亜熱帯気候を生かした都の農業研究施設になる。ここには色とりどりのハイビスカスが咲く。首が痛くなるほど見上げると背の高いうすらヤシがある。木の高さは20メートル以上にもなっているという。ブーゲンビリア、珍しい樹木にも目を奪われるが、やっぱりデファクトスタンダードでもブーゲンビリアには見とれてしまう。南国の花は美しい。正確にはブーゲンビリアの濃いピンクの部分は花ではなく葉っぱになる。二見湾。そうしてまた二見湾に戻っていく。屏風谷あたりから見下ろす二見湾。手前が西氷海岸。対岸には小笠原丸が見える。二見港のブルーからシアンの青のグラデーション。この景観を見ていると父島で一番美しいのはどこの青だろうかと考えてしまう。でもこんな悩みは贅沢な悩みだ。昔この辺に製氷工場があったということで製氷海岸と呼ばれるこのビーチ。海の下にはたくさんの枝サンゴがあふれている。